前の動画では小数×整数の筆算これの練習をしましたどんどんやっていきましょう点の位置だけ気をつけてどんどんやっていきたいと思いますまず1番 2.7×4 はこれはちょっと暗算でするの難しそうやね 2.7×4 はこうしてあげたらいいです そしたら、まずは普通に掛け算します。二十七かけ四やと思って計算するんやね。なので、四七二十八に繰り上がった。四2が八にこの二足すので,10です、十やね。百八こうなりました。けど、これ百八じゃないね。こっちは二点七だったので、この点の下、一つ分、 くらいが小さくなっています。一つ分くらい小さくなっています。なので、この整数だったところから一つ点を動かして、一つくらいを108から小さくして10.8です。こうなるんやね。大丈夫かな点のつける位置。これ分かったらもうあとは普通のかけ算なので大丈夫です。それでは次二番。9.5×2 は これはどううなるでしょうまずは普通に 95×2 やと思って計算します。25101繰り上がった。2918に1足すので19190なったね。けど1つ分くらい小さいので1つ分くらい小さくして19.0です。 けど点のあとの最後の例お尻の例は消していいので答えは19と答えましょう慣れてきたかな分かってきたかなそれじゃあ今度は小数第2位まである数これでもできるんですやってみたいと思いますはどうなるでしょうまずは 163×5 やと思って掛け算します 五三十五一繰り上がった五六三十二一足すので三十一やね三繰り上がった五一が五二三足して八です八百十五になりましたけどこれは今度は位が一つ二つ第二やから一つ二つ分小さくなってるよねなので整数の815から 一つ二つ動かして点はここです。大丈夫二つ小数第二位まであるから二つ点が進みました。なので答えは八点一五になります。それでは次四番零点七七かける三はやってみましょう。これ 0. 点になってるけど 0. 点の部分は

二つくらいが小さくなるので、一、二、二点三一、ここやね。なので、答えは二点三一になりますよと。ちょっとこの点や越しね。点三一になりますよと。これで全部です。大丈夫かな小数かける整数。 こういうふうに小数第2位の時にもどれだけ位が小さくなっているかな点はどれだけ移動させたらいいかなこういうふうに考えれば計算することができるんです。